光で固めると、ほらこんな感じに固まるんです。あら、すごい。さらにさらに、こうやって型に流してお日様の光で固めると、じゃーん、こんな形のものも簡単に作れちゃう。かわいい。お日様の光じゃなくても、この光が出る機械で固まるんですよ。これいろいろ作れそうじゃない。そうなんです。今日はこのレジン液を使ってラプンツェルさんにプレゼントを作っちゃいます。私すっごく楽しみだわ。それじゃあ早速作っていきましょう。まず最初は iPhone ケースを作ります。ケースにはこのお花を使います。え、お花？これ本物じゃない。このお花さんをハサミでカット。切った花びらをこういう厚みのある図鑑とかに挟んで、2、3日したらパリパリになって、髪みたいに、置いたら好きな下敷きを用意します。お好みの形にカットして貼り付けたら、ちょっと押し花を足して光を当てて固めます。しっかり固まったら、いらないところをカットカット。上からレジンを塗って、キラキラのラメをいっぱい乗せます。あら、すっごくキラキラね。こうやって機械で固めながらレジンを塗っていくんだけど、パールとかキラキラのパーツ、ストーンを乗せるとすっごく可愛くなるんです。これで iPhone ケースの出来上がり。まあ、すごいリカちゃん、キラキラでスヤッツヤじゃない。それじゃ早速 iPhone にはめてみましょう。あ、すっごくいい。本物のお花なんて贅沢ね。気に入ったわ。次はキラキラで可愛いキーホルダーを作ります。まずはこの型にピンクと紫のカラーレジンを入れて、ハートのキラキラをのせたら、レジンでできた鍵の出来上がり。あら、グラデーション綺麗ね。こういうリングキーホルダーは金具を外してレジン用のシートに乗せたら、紫やピンクのカラーレジンとラメを乗せます。ステッカーとかキラキラをたくさん乗せたら、オリジナルキーホルダーが簡単に作れるんです。レジンって本当に便利なんです。シールとか写真でいろんなものが作れるのね。最後にビーズやパール、さっき作った鍵をつけたらキーホルダーの出来上がり。これもすっごく可愛いわ。このジャラジャラ感、ずっと触っちゃうわね。そうですよね。最後はブレスレットを作ります。あ、これってパワーストーン？そう、本物の石なんです。こうやって並べてみて、デザインが決まったら、こういうゴム紐にパワーストーンを通して、接着剤で留めるだけ。接着剤は乾くまでに時間がかかるから、手で触らないようにね。いらないところをカットしたら、ストーンブレスレットの出来上がり。まあ、ビーズみたいに簡単なのに、すっごく可愛いじゃない。ゴールドのパーツが入っていて、おし
願いします。次の動画も見てね。バイバイ。